こんにちちは、ゆっちです。毎日聞いていただいてありがとうございます。そしてご視聴いただいて同じ意味ですけれども、ありがとうございます。えー、最近ずっと前説のようにずっと喋ってるんですけれども、えー、ちょっとまあ関西弁がすごい出てるということで、ちょっとバレやすいかなとは思うんですが、まあ、関西人ですね。なんで、なんかネタがあるんじゃないかと毎日考えているんですけれども、 ちょっと今ネタ切れで何か面白いことあればちょっとなんかコメントとかいただければなと思っていますまあ明日こそあるやろうと思っていますのでぜひあのご期待に添えればと思いますそれでは本日のタイピングどうぞ